はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、マスターデュエル診断が4月の11日に実装されるということで、今回はセレクションパックと、シークレットパック両方ともね、実装されるということで、まあ、セレクションパックが1種類、それからシークレットパックがなんと3種類という、ぶち壊れ対応追加が、確定しているんですが、今日はセレクションパックとりあえず、この動画で取り上げまして、で、シークレットパックはまた別の動画で、やっていきたいと思います。やっと幻想魔族が実装されるということで、はい、解説していきましょう。さあ、まずはキマイラというテーマについて、まあ、いよいよ幻想魔族もマスターデル実装ということで、これちょっとですね、また例によってマスターデュエル君カードリストが全く分かんなくて、まあ、確定情報ではないということだけご理解ください。まずね、猶予幻獣キマイラのこのリメイクですね。この幻獣キマイラというモンスターなんですが、レベル6の高威力2100、守力1800の獣族融合モンスターで、このカードはカード名がフィールドが墓地にいる限り有力幻獣キマイラとして扱うと。はい、でこのカードが融合召喚に成功したらエンドフェーズに相手の手札をランダムにハンデスしますと。このハンデス効果が結構強いんですよね。で、3番目相手のターンに墓地のこのカードを除外すると獣か悪魔か幻想魔族を墓地から特殊召喚できるという効果を持っています。で、幻獣王キマイラを融合召喚していくためには、キマイラフュージョンというカードを使うんですけども、これですね、自分が相手のメインフェーズに速攻魔法で融合召喚をすることができますと。獣族悪魔族どっちかのモンスターを含んでいれば何でも出しているということで、まあ、もちろん幻獣王キマイラとか、も出せますし、あと、まあ、強いモンスターだとガーディアンキマイラとかね、あの辺を出して相手の、まあ、妨害を、速攻魔法なんで相手の妨害を相手段にしていくということも、できます。で、これあのキマイラが存在しているとなんか墓地から回収できるっていう効果が、ありまして、まあ一回使ってももう一回帰ってくる融合ということで、まあ、さすがに最強ですね。で、幻獣王キマイラを出していくための初動モンスター、どうやって動いていくかっていうと、まあ、一番初動がいくつかあるんですけども、まずやっぱコーンフィールドコアトルというモンスターですね。このモンスター手札からぶん投げると、合成獣融合、キマイラフュージョンの名前が記されたモンスターをデッキから手札に加えるということで、これで手札に加えるモンスターは大体ミラーソドナイトというモンスターになってくるんですけども、こいつは、召喚権ここに咲くんですけど、自分相手のターンにこのカードをリリースしてミラーソドナイト以外の、キマイラフュージョンのカード名が記されたモンスター1体をデッキから特殊召喚しますよという効果になっています。で、これがキマイラを融合召喚するための素材と、まあ、フィギュアマイフュージョン持ってくるバフォメイトとかガゼルみたいなモンスターがいて、まあ、そういうなんか融合素材になりかつサーチができるあのアドバンテージが稼げるモンスターを、まあ、ポンポン出して融合召喚していくという感じになります、ね、で、この家系モンスターたちが初動になりつつかつ妨害にもなってるんですよ、このデッキは。3番目の効果、例えばコーンフィールドフォワードであれば有力拳銃キマイラがいれば、自分のフィールドのカードを対象とした、カードの効果を無効にして破壊することができるという効果、そして、まあ、無限法要とかね、ああいうの効きませんというところですね。あと、あの、反逆の財宝スネークアイとか最近だと。あと、ミラーソドライトであれば、自分のフィールドに有形獣キマイラが存在していて、フィールドのモンスターの効果としたら、それを無効にすることが、できますよ、ということで、まあ、エクセルとかね、スネークアイエクセルとか、まあ、クランベルジュとか、ああいう系のモンスターの効果を一応無効にすることができますよ、ということですね。はい。初動になりながら、その墓地から妨害も構えることができるということで、さすがに最強で、キマイラデッキはですね、融合モンスターが何種類かいましてですね、まあ、どこまで来るかちょっとわかんないんですけども、この幻想、幻獣魔王バフォメットっていうモンスター、ちょっと OCG だとパック別なんですけども、マスターゲームとかだと来てくれるんじゃないかと思ってるんですけどね、このバフォメットが、いますと、何ができるかっていうと、これ、種族が異なる獣と角魔族、幻想魔族で出せまして、カード名がキマイラとして扱うという効果と、あと融合召喚に成功した場合にですね、これデッキから、愚かの埋葬できますと、獣族、悪魔族、幻想魔族モンスターを。はい。で、相手ターンに墓地のこのカードを除外すると、こいつ自身以外の、なんか、悪魔族、化け物か幻想魔族を特殊召喚できるという効果があります。除外されているモンスター。で、どういう風に動かしていくかっていうと、まず、幻獣王キマイラを出しまして、で、まあ、ハンデスとか、エンドフェーズに。する効果発動しまして、でその後このキマイラフュージョンが帰ってくるんで、墓地からでもう一回融合できるんですね。でこれで幻獣魔王バフォメット出しまして、で愚かな埋葬しますと。で幻獣王キマイラ君が墓地から除外してると相手のターンで獣か悪魔か幻獣幻想魔族を出せるっていう効果ありますんで、こいつで落としたそのモンスターをこれで蘇生するっていう動きができるね。ってことはですよ、これ幻獣魔王バフォメットで落としたこのモンスター、好きなモンスターを何でも蘇生できるコンボなんですね。
OCG だと、よく、特殊召喚されるモンスター、例えば、まあ、深淵の結界像、はいゴミ、王子ワンフー、はいゴミと、こういったね劇的最強の制圧モンスターを、まあ、爆誕させることができるということで、まあ、皆さんもねお好きな悪魔族とかあの獣族出していただければいいんですけども、何でも出せるんでマジで何でも出せるんですけども、まあ、このコンボを、まあ、決めてクソゲーを仕掛けていきたいなというふうに、はい、思っております。キマエラは以上。さあついにオルターガイスト実装ということで、めちゃくちゃ待ちましたね、これ遅かったですね。オルターガイスト、アドビディアというリンク4の、モンスターとか、まあ、あと課金モンスターがいくつか実装されると、思うんですけども、オルターガイストねめちゃくちゃ強くなります、新規のおかげで。はい、まずね、リンク4のこのオルターガイストアドミニアというモンスターですね、これ実装確定してるんですけども、このカードがリンク召喚に成功した場合、リンク召喚条件オルターガイストモンスター2体以上ということで、まあ、オルターガイストによくあるあのテーマ外のモンスター使っちゃいけないやつですね。で、リンク4でリンク召喚した場合、デッキからオルターガイストトラップカードを1枚セットすることができるということで、まあ、あのプロトコルとかね、この辺のオルタガイスト最強のトラップカードをセットすることができる最強、あまりにも。で、このカードが表側表示存在する限り一度だけ自分相手のメインフェーズに、自分のフィールドのカードを1枚墓地送りながら、これ何でもいいです、これ。別にこれだったらテーマカードじゃなくてもいいです、これ。自分のフィールドのカードを墓地送りながら、相手のフィールドの効果モンスター1体対象にパクりますと。で、パクったモンスターがオルタガイストになりますということですね。オルタガイストになることが結構大事でね。オルタガイストををあの戻してなんか効果発動するみたいなモンスターとか、あのトラップカードとかあるじゃないですか。なんかああいうカードを使えるんですよ、相手のモンスターパクりながら。なんで、アドミニアはこれシンプルにプロトコルセットすることもできるし、なんか相手のモンスターパクることもできて、なんかすげえ強いです。はい、マジで強いこれは。で、いやリュウさん、オルターガイストそんな展開力ないじゃないですかと。いや今までもそんなリンク用なんて簡単に出せませんでしたよねっていう話なんですよね。オルタガイストって展開力なかったんですけど、これがですね解決する神モンスターが来てまして、オルタガイスト丸ユスプ、まあ、多分来ると思うんですけども、これねマジで強いです。このカードはドロー以外の方法で、手札に加わった場合、特殊召喚できるということで、まあ、墓地から回収したり、まあ、サーチしたりっていう方法はいくつかオルタガイストあると思うんですけども、メルシークとかね、あの辺で手札に加わるとまず出せますと、シンプルに。はい、でこのカードが特殊召喚召喚にした場合、マルイスプ以外の墓地のオルターガイストを特殊召喚できますと。まあ、一応特殊召喚したモンスターは効果発動できないよっていう効果が制約があるんですけどね。マルイスプをサーチしてきて、その墓地にいるオルターガイストを蘇生するともうここでリンク2分稼げるんですよ、すでに。だからまあ、単純にメルシーク1枚からいきなりリンク2までつながるようになりましたし、ね、シンプルに。だしまあ、他の上振り札があればリンク4とか結構簡単にいくんですよ、割と展開力の展開力なかったテーマなんですけど、あんまり、罠を構えて罠で戦うみたいなテーマだったんで、これがね展開力も手に入れた場合何が起きるかっていうと、罠とモンスター両方とも戦うようになりまして、めちゃくちゃ強くなるんですね。はい、すげえ簡単にそのヘクスティアとかこのプライムバンシーまでいけるんで、まあ、ヘクスティア墓地を送られた場合ね、オルタガイストカードをサーチすることができたりとか、あと、プライムバンシーは墓地を送られた場合、オルタガイストを墓地から回収したりっていう効果あるんですけど、こういうモンスターをね簡単に経由して、このオルタガイストアドミニアを出せるようになってるんですね。で、まあ、マルチフェイカーとかは、まあ、今の現役でこのモンスターを普通にそのヘクスティアとかから出しに行ったりとか、プライムバンシー、まあ、プライムバンシーのリリース効果で基本的に出していきますね。プライムバンシー の, リンク先のオルタガイストをリリースするとなんかデッキから好きなやつ出せるっていう効果があるんで、これで、マルチフェイカーバコンと出してきて、でマルチフェイカーでなんか妨害になるオルタガイストモンスターとかそういうのを出してきたりするんですけども、こういう動きが簡単にできるようになりました。はい、これね革命ですよ。はい、何が強いってね、マジねこれがね、このマルビスプマジで強いんで、これちょっと動画にしていきたいと思ってます。さあエボルカイザーラーズいよいよ上陸ということで、このモンスターはねほんとぶち壊れレベルで強いんですよね。これまじ100億年くらい待ってたんですけども、実装を、このモンスターはねぜひね1枚はゲットしてほしいですね、皆さんね、どんなデュエリストにでも。エボルカイザーラーズさん、ランク6でドラゴン族炎属性モンスター、打点が2500、1500ということですね。で汎用です。はい、
で、素材持ってると、モンスターの効果対象にならないということで、まあ、なんだ、フランベルジュで押し込まれたりとかしないかな、あの環境で言うと、はい。で、2番目はトロイメア有効で、あのバングスできなかったですね。で、このモンスターがどういう効果持ってるかっていうと、2番の効果がマジで強いんですよ。相手がカードの効果を発動したとき、このカードの素材を2つ取り除いて相手のフィールドのカード表側のカードを1枚を無効にできますという効果が、一応あります。だから、まあ、あのレッドデモンアビスみたいなイメージですね。表側カードだったらフィールド出てくる表側カードだったら何でも無効にできる魔法トラップモンスターなんでも。で、まあ、基本的に2つ取り除いちゃうんで、なんかあそんな強いかこれ1回無効だだけじゃないですかって思うじゃないですか、思うじゃないですか。これね、爬虫類か恐竜を素材にしていると素材を1個にできるっていう効果があるんですね。まあ、つまり恐竜族デッキか爬虫類族デッキで使った場合、素材が1個ずつ取り除けるわけですよ。で、2番目の効果よく見てもらったら分かる通り、名称指定ターン1、ついておりません。なので、まあ、これ極端な例を出すと、エボルカイザーラーズを恐竜デッキで、まあ、例えば3体並べた場合、なんと相手の表側のカード6回無効にできるっていう、ほんと破格のね6回はなかなかあれだけど、もう2回は最低限無効にできるんですよ。これ2回何でもカード無効にできるのさすがに強いでしょこれで。まあ、ちょっとディアベルスターに殴られちゃう打点なのがちょっと若干ね、あのうざいんだけど、これこのデッキどういうデッキで使うかっていうと、基本的にはまずは恐竜デッキですね。恐竜デッキだと結構その殴られるのをアルコンとかで守れたりするんで結構相性が良かったりします。で、ゼロメデロスっていうモンスターがね、レベル6、2体並ぶギミックがあるんで、まあ、結構恐竜デッキだったら簡単に出せるんですけど、このゼロメデロスとかで、まあ、レベル6、2体並べて出していくとか、あとエボルですね。まあ、ちょっと来るか分かんないですけど、まあ、カイザーラーズ来てリオス来ねえとかあんのかな、ねえよな多分。リオスだったら来ると思うんだけど、こいつとかを使ってその進化の得意点っていうトラップカードがあって、これでトラップカードで相手のターンにラーズ着地させるとかいう、動きもできます。だから、まあ、エボル、または恐竜デッキ、この辺で、使っていくことになると思いますね。ちなみになんかエボルってなんか正直クソダコテーマっていうイメージ皆さん持ってたかと思うんですけども、あのね、実はねめちゃくちゃ強くなったんです。はい、マジで、これ動画にした方がいいね。動画にしたいな、早くね。エボル大好きなエボル、クソダコテーマと言われていたエボルの逆襲が始まります。はい、マジで強いですんで、楽しみにしておいてください。可能性の塊、融合強兵について。このカードはですね、可能性の獣といったところなんですけども、どういう効果を持ってるかっていう と、通常魔法で、融合カードなんで結構サーチが意外といっぱいあって、なんか竜魔道の守護者とか、あとなんかオフリスダーリングとか、なんか結構いろんなカードからサーチが一応できるんですけど、このカードは通常魔法 X デッキの融合モンスター1体を相手に見せつけまして、自慢しまして、でその、融合モンスターのところにカード名が記されている素材1体を、X デッキか墓地から特殊召喚できますよという効果になってます。でこの効果で特殊召喚したモンスターが、攻撃的な効果も効果されると、相手ターン終了時まで、まあ、一応相手ターン過ぎるとあの効果有効になるんで、まあ、耐久したり相手のエンドフェーズに使ったりできれば、なんかトラップカードがあるんですけど、融合カードコピーするみたいな効果あったりするカードがあるんですけど、それで出したら一応、攻撃できない効果無効化されるのが、まあ、一瞬ですぐ自分のターンになって使えたりはするんですけど、はい、これあと除外したりするとね、1回出したモンスターを一旦その一時的に除外したりしてもう一回戻したりするとなんか効果有効になって使ったりするそういうコンボが一応あったりします。で、このモンスターなので、このカードの真骨頂は何かっていうと、エクストラデッキから簡単にモンスターを出すことができるっていうところと、あと特に縛りが入んないってことですね。融合派兵とかってなんかそのデッキからモンスター出してきた後に融合モンスターしか出せないとかいう縛りあったりするじゃないですか。融合強兵って打った後別に融合縛りとか入んないんで、例えばそのどでかいモンスターを出して、まあ、例えば出せるモンスターでいうとのこと、アルティメットドラゴンとか出せるんですけどその、マスターオブドラゴンナイトとか、まあ、ちょっとまだマスターディールには来てないけど、マスターオブドラゴンマギアっていうモンスターがいてさ、この辺のモンスター見せつけるとこのアルティメットドラゴンとか出したりできるんだけど、こういうモンスター出してきてその素材にするとかね、エクシー素材にするとかリンク素材にするとか、特に縛り入ってないんで、できますし、まあ、高ランク帯のモンスターとかも簡単に出せる、というところ。あとね、ちょっと面白いコンボで言うと、まあ、例えばそのナチュルエクストリオを相手に自慢するとナチュルビーストとか出せるんですよ。まあ、効果無効なんですけど、でナチュルビーストプラス融合樹荫生物地でなんかナチュルエクストリオ出すとかね、
例えば、まあ、ちょっと融合強兵プラス融合順位生物地っていうまあコンボになっちゃうんだけど、強兵でそのビースト出して融合順位生物地で効果っていうといきなりこれで出せるっていう結構ね面白い動きがねたくさんあるんですよ融合強兵って。まあ他にもねいろんな使い方あると思うんですけど、なんかその可能性の獣なんで、これはなんかクソデッカーだと結構使い道いっぱいあるかなと。ガチデッキに入るかどうかかなり怪しいけど、ちょっとクソデッカーにとってはめちゃくちゃなんか可能性感じるカードなんで、まあ、ぜひね1枚、まあ、ないし3枚ゲットしていただきたい。まあ、僕はもちろん3枚ゲットします。幻想魔族はちょっとどこまでいけるか分かんないんですよね。一応判明してるのがナイトメアマジシャン、だけなんですけども、まあ、別にこのモンスター自体そんなに強くはないです。ちなみに、はい、このカードがモンスターと戦闘を行う場合2体は戦闘で破壊されないっていう、まあ、幻想魔族の特有効果ですね。と、このカードが相手モンスターと戦闘を行ったダメージステップ終了時に相手モンスターの、コントロールをパクるという効果と、一旦に一度このカード以外のモンスターが攻撃するダメージステップ開始にフィールドのカードを破壊するという効果がありますね。まあ、一応その先行で出してもそんな強くないけど、まあ、高校とかなのでバンバン出していければ、まあ、結構強い効果は持ってます。で、幻想魔族ちょっとどこまで来るか分かんなすぎるんですけど、一応紹介していくと、なんか来そうなやつね、紹介しておくと、第四名字タオっていうモンスターがいまして、これぐらいだと来そうな気がするんでね。このカードまた幻想魔族特有の効果があるのと、このカード墓地を加えた場合、タオ以外の自分の墓地の幻想魔族を特殊召喚できますと、守備表示で。このね、タオがですね、例えばさっきのそのナイトメアマジシャンみたいなのを蘇生したりとか、あと OCG だとね、そのディアベルゼとか、まあ、ナイトメア、アプレンティスだっけ、あの辺が特殊召喚できるんですけども、このくらいだったらもしかしたら来るかもしれません、ね、で、ちょっとパックだいぶ OCG だと後ろの方になっちゃうんですけど、このディアベルゼとか、このアプレンティスっていうモンスター、これが来ると、まあ、ほんまに世界終わるレベルでキマイラめっちゃ強くなるんですよね。ちょっとね、まあ、来ないとは思うけど、来ないとは思う。今一応説明しとくわ。自分か相手の墓地に財宝カードがあると手札から特殊ができるという効果と、このカードがモンスターゾーンに存在する限り相手はセットされた魔法トラップ発動できないと。これがね、激キモいんですよ。セットされてない魔法トラップ発動できない。つまりね、速攻魔法とか打ってないんですよね。あと無限包容も打てません。はい。結構勝負もです。なんで、マクリフダをね、全部無力化してくるんでね。だルーンとかめっちゃきついよね。セットされてない魔法トラップ発動できねえし、超融合打てねえし、マジうざいんですよ、これ。で、あと、ペンデラムデッキ死亡しました。このカードで。で、このカード3番目の効果でモンスターゾーンに存在する状態でフィールドにマジックトラップカードがセットされたらフィールドのカード1枚ずつスクラップドラゴンの効果で破壊するという効果もありますというところですね。マジでね、まあ、クソ強いんですけど、これはね多分来ないと思うけど、まあ、一応説明した。ちなみに似たようなナイトメアアプレンティスっていう、まあ、同時期に実装されたカードがあって、まあ、こいつもバカ強いんですけど、手札1枚して特殊召喚できて特殊召喚成功したら幻想マスク持ってこれるっていうね、ディアベルズとか持ってこれるんですけど、タオとか、これもね多分来ないと思うけど、まあ、もし来たらマジでキマイラぶち壊れる。はい、はい、というわけで、セレクションパックの方の解説は以上です。この後ですね、シークレットパック、の解説も出したいと思いますので、よかったらねチャンネル登録をして お待ちください。はい、エボルカイザーラーズマジで楽しみだな。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。